ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は1989年1月28日後楽園ホール、ドン・レオ・ジョナサン平成の全日マットに登場について触れてまいります。1978年第6回チャンピオンカーニバル以来、実に11年ぶりにドン・レオ・ジョナサンが全日マットに登場です。ジョナサンの来日はオールディーズバッドグッディーズというレトロ企画の第1弾として実現しました。ジョナサンはファンの要望に応え、ハイジャックバックブリーカーを披露、往年の迫力は健在でした。